森田、そして小池、ベルディの左サイドの2人、まあ、本当ね、小池選手、森田選手、この2人っていうのはね、やっぱりその2人だからこそできるっていうところもあるかもしれないです。この関係性の中でできていることっていうのはあると思いますね。非常に面白いメンバー、面白いサッカーを展開するベルディがゴールを奪うか。パライバー自ら行って左足打つか。小池からどう展開する。戻して奈良和からクロスを上げてレアンドロ、クレビーニョ、シュート、うまくミートできませんでした。小池、まあ、ここねしっかり中でためを作ってシュートで、ね、アビスパのディフェンダー集結させましたよね。はい、でそこからの横の振り、ここでファーストタッチがここです、ね、外に行ってしまうんですよね。まあ、よく折り返しはしましたけども、まあ、ここもね、篠原選手しっかりと最後体投げ出してというところで、まあ、多少小池選手もプレッシャーかかったのかもしれないですね。いや、非常に可能性を感じるシーンではありましたが、だからこそその質の部分ですね。そうですね。どこを選択するか、自ら行く、縦で仕掛ける、仕掛けていって左足、松田力、シュート、ここで2人で掴んだ1点。まあ、鈴木選手なんかね、ベルディ、まあ、フルスで、ね、もありますからね。はい、そのフルス対決ということでやはり気合も入っているでしょう。シュートっていった川野のシュート、セランテス代わって入った川野のシュートも見事でした。まあ、ここの、ね、逆の取り方うまかったですね。ただ最後のいっぱいいっぱい手を伸ばしてその隙を抑えました。こちら川野です。東京ヴェルディユース出身、29歳の川野。福岡が2対0、サネトウのヘディングシュート、そして上後から松田のシュートというのがありまして、ここまで2点を奪っています。さあここで奪ったレアンドロ、レアンドロからさあシュート、ここも決められませんでした。梶川最初ね、ここで、まあ、奪うんですけども、はい、梶川選手がね、ここでシュート自分で行くのかなと思ったんですけども、はい、いい布石のパスを出しましたよね。うまくミート最後できませんでしたかね。いや、このパス非常にセンス感じますよね。はい、力強い文字、今日は試合が始まる前から大きな声援が飛んでいました。そのサポーターの思いも背負って無失点勝利なるか。ここは山本のシュート、左足、乗れ。ここまでは2対0リードしています。 J2 残留を大きく手繰り寄せる勝ち点差を奪いたい。ここはレアンドロからファーサイド、ボールつながりません。ここで試合終了。東京ヴェルディ最後の崩しの部分、その質を向上させていかないといけない。これから強豪ヴェルディ復活への一つ道しるべになっていくことでしょう。